新壁古木とは、茨城県桜川市真壁町の東部にある河場山の、麓一帯の真壁町より採掘された石目の小さい、花崗岩の章。白色、または、薄青、薄黒を帯びた白色をしており、硬質で、吸水率も低い。研磨すると光沢に優れており、光沢の持続性も極めて良いため、破壊資材として最適。石職人より、 粘りと呼ばれる性質も持ち合わせるため灯籠などの材料としても適している。丸型、角型の結晶がまだらに確認できるのも特徴。白色を主とするが青み、黒みが強いものほど高級とされ価格が高い。採石の歴史は明治初期頃に遡ると言われている。1975年頃は25件程度の採掘業者があったが次第に減少し、 2011年時点では6県のみが採掘を伝承している。関東地方で、三影石というと、真壁石と稲田石のどちらかを指す。採石町は首都圏最寄りの大規模産地という地理的背景もあり、日本銀行、国会議事堂、皇居、東京駅をはじめ首都圏の多数の駅舎、天皇寮、皇居などの歴史的建造物などにも使用されている。また、 福沢諭吉、山本五十六、井上薫、力道山、川端康成、浜口倉之助、菊池博士、中浜万次郎などの墓地にも使用されており、首都圏の歴史ある墓地、墓園では使用率が最も高い花崗岩である。採石量が多いため国産材としては価格が手頃であり、かつ良質との評価があることから、関東全域で、 破壊使用率が群を抜いて多い。現在は輸送機関の発達により、北陸、東海、近畿、九州まで販路が広がっていること、良質であるが、国産材としては価格が手頃なこと、中国産石材への不振なども追い風となり、全国的に人気が非常に高い。ありがとうございます。